こんにちは。中の人はいるよ。洋裁工房のうさこです。7月7日は七夕ですね。七夕の元になった気候伝という風習は、手芸や裁縫の上達を願って行う行事だったんだそうです。織姫の使う旗というのはこういう字を書きます。布を作るための道具のことです。縦と横の糸を交互に交わらせて布を作ることを織ると言います。布を織る姫だから織姫なんですね。なぜこの字を旗と読むのか、日本の音に中国の漢字を当てはめたからだそうです。旗で布を作ることを織ると言います。織り機で作った布のことも旗と言います。なので旗で織るじゃなくて旗を織るというんですね。7月7日は手芸の上達を願う日ですので、手芸をやっている人はぜひ短冊に手芸の上達の願い事を書いてくださいね。旗織りをちょっと体験してみたい場合は、手芸店でミニ織り機が売っているので楽しんでみてください。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は洋裁工房をフォローしてね。